夜の中国銀行タワー中国銀行タワーのロビーフロア中国銀行タワーとは香港の香港島北部中西区の根州にある中国銀行の本店ビルのことであるバンクオブチャイナタワーの頭文字を取ってバックタワーと呼ばれることもある中国銀行は1917年香港に設立されたなお中国銀行は2001年に 中華人民共和国の中国銀行から独立して別法人となった。中間地区の香港上海銀行、香港本店ビル横に現存する1950年に完成したパーマーターナー設計の幼虫設中のアールデコ条件築である旧社屋の老朽化への対応、及び業務の効率化を図る目的で現在の建物が新たに建設された。 香港東北部の金融街である、今週地区に位置する、この超高層オフィスビルは、中国系アメリカ人建築家で、幾何学の魔術師との異名を持つ洋民兵の設計で、同時にペイによる建築の代表作でもある。建物は1990年に完成した。鋼鉄製のトラスの枠組みをデザインに活かし、幾何学的なイメージを連想させる。青いハーフミラーガラスの壁面を持ち、 衣装は発展する香港の街を成長の早い植物の竹に見立てて寄贈された。地上72階建てで高さが367.4メートルであり、完成当時は香港のみならず、アジアでも最高の高さを誇った。またそれまでの香港で最も高いビルは、香港東北部の安イ地区で建設され1980年に完成したホープウェルセンターであったが、 中国銀行タワーはアジアで初めてとなる高さ300メートル超の超高層ビルである。その得意な形状とも相まって香港を象徴する建物であると同時に香港のイメージをも変えるランドマークとなった。その後1992年にワンチャイ地区に建設された地上78階建て。 高さ374メートルのセントラルプラザに最高の座は譲り渡したものの世界的に著名な建築としても知られ今日でも観光名所であると同時に香港を象徴する建築の一つでもあるビクトリア湾からはこのビルをおおむね眺めることが可能で対岸の急流側からも望むことができ香港島のスカイラインを形成しているビルの一つとなっている中国銀行タワーは 歴代の中国銀行発行の香港ドル紙幣の表面や現行香港ドル紙幣裏面の大半部分に印刷されているほか、風景としては、中国銀行発行の旧仙香港ドル紙幣裏面と、旧二重香港ドル紙幣裏面、香港上海銀行発行の旧二重香港ドル紙幣裏面と、現行仙香港ドル紙幣、スタンダードチャウタード銀行発行の現行仙香港ドル紙幣裏面に、 それぞれ印刷されている。建物はオフィス及び業務窓口として利用されており、展望台などは設置されていないが、43階に限り一般にも開放されているのでそこから中間の超高層ビル群や急流側の景色を眺めることができる。香港では建物や部屋を設計する際に風水を非常に気にする。中国銀行タワーでは建設当時、 香港総督府や香港上海銀行、香港本店ビルに建物の鋭角部が向けられていることから、これらを中心とした周辺の建物の運気を下げていると話題になった。ありがとうございます。